Hey guys, I'm Jin. どうも、ヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、本日はですね、こちら、スプラッシュネオンビキニパンツという商品ですね。こちらを試着していきたいと思います。はい、こんな感じのビキニですね。強パン風のビキニになってますね。はい。ではね、早速こちら3つ、試着していきたいと思います。はい。ではまずはブラックとイエローの組み合わせですね。はい。うん。これね、開封の時も履いたんですけど、やっぱりいいですね。はい。で、このブラックなんですけど、まあちょっとね、やっぱり履くと色薄くなってるんですけど、まあそんなに気にならないかなっていう、めちゃくちゃ色薄くなってなんか色変わっちゃったなっていうのはそこまで感じないかな。まあやや薄くはやっぱり、うん、ちょっとねグレーっぽくなってると思うんですけど、まあ許容範囲かなって感じですね。はい。まあもっとねビビッドに黒と黄色って感じで出てくれたらよかったのかなと思うんですけど、うん。で、僕これM サイズなんですけど、やっぱ M で良かったかなって感じですね。うん。M でも、ちょっとまあ、やっぱこのステッチが多い分、ちょっとね、窮屈に感じるところもあるのかなっていう感じですね。うん。でもまあ、強パンってね、キュッて入った方がかっこいいと思うので、ちょうどいいかなと思います。はい。じゃあ、次のカラー履いていきます。はい。続きましては、こちら、ブラックとホワイトの組み合わせですね。はい。なんかね、シンプルな色の組み合わせで、これはこれめちゃくちゃかっこいいですね。うん。まあ、定番のカラーって感じですね。めちゃくちゃかっこよくていいと思います。でね、やっぱ強パンっぽく履きたいので、ここはね、しっかりまっすぐで揃えてあげた方が強パンっぽい履き方になるかなって感じですね。あんまりこう、キュッてね、上げちゃうとなんか、ビキニっぽくなっちゃうんで、よりはね、こうやってまっすぐ履いてあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい。じゃあ、最後から履いていきたいと思います。はい、ラストはこちら、ネイビーと白の組み合わせですね。はい。うん。このカラーね、一番最初に買い物に入ったんですけど、やっぱかっこいいですね。はい。まあ、その時も言いましたけど、やっぱ色の変化が、このカラーが一番目立つかな。色がね、薄くなっちゃう感じ。うん。しっかりしたね、濃いネイビーだったんですけど、それがちょっと淡くなっちゃったかなっていう。まあ、このね、色は色で。この色合いはこの色合いでいいんですけど、うん。まあまあ、濃いネイビーの方が、僕は好みやったかなっていうのはあるかな。まあ、これも悪くないですけどね。はい。っていう感じですね。はい。じゃあね、今日はこの強パンのビキニ3色ね。はい。紹介させていただきました。なんかね、まあ実際にこうプールで泳いだりとかには、ちょっと使いづらいというか使えないと思うんですけど、まあなんかこう、プールパーティー的なところで履く分には全然こんなんいいんじゃないかなと思いますね。うん。めちゃくちゃかっこいいと思います。はい。まあ、普通のね、強パンって結構窮屈だったりとか、リラックスできなかったりすると思うんで、運動用なのでね。はい。まあなんかそういう時に使ってもいいのかなと思いましたね。はい。ということで、本日はジバイスリーさんの強パン風ビキニでした。では、Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.